近年、世界各地で自然災害が多数起きています。いつ起こるかわからない地震や大雨、台風や山火事などの自然災害による被害は年々大きくなっていて楽観視できません。そこで今回は山火事から救出された猫の話をお伝えします。多くの人や動物たちが自然災害の被害に遭っている中、動物たちの尊い命を救う行動に心打たれます。2018年11月、カリフォルニア州全体で山火事が多発し、多くの命が亡くなりました。カリフォルニア州北西部の町パラダイスも壊滅的な被害に遭い、町は完全に破壊され、瓦礫の山と化してしまいました。消防士のライアン・コールマンさんは、パラダイスの火災現場で生存者の捜索をしているときに、瓦礫の中に灰色のメス猫を発見しました。助けてもらうと感謝をしているかのように、肩に乗ってコールマンさんの顔をスリスリしています。この猫はコールマンさんから離れたくないようで、しばらく肩に乗ったまま一緒に捜索のお手伝いをしたそうです。その後、猫は飼い主さんの友人のもとで元気に過ごしているとのことです。飼い主さんの安否は分かりませんが、救った猫の家族探しもする消防士さんたちの行動はとても素晴らしいですね。あとは飼い主さんが無事に見つかって、飼い主さんの元に戻れる日が訪れるといいですね。アメリカでは毎年のように大きな山火事が起こり、日本でもたびたびニュースで報道されています。災害によるニュースは心が痛くなりますが、その裏でこんな素敵なことも起こっているのですね。この投稿を見た人たちからは、大人の男を泣かせるのに十分に素晴らしい。消防士の皆さん、ありがとうございます。ヒーローだわ。とてもかっこいい。彼女を救ってくれてありがとう。などのコメントが多数寄せられています。同じくカリフォルニア州で起きた大規模な山火事でのことです。山火事の中を生き延びたボブキャットが赤ちゃんを出産していたことが分かりました。観察を続けている研究者によれば、先日ロサンゼルス北西部の村のウェストレイクビレッジにある住宅の裏庭の茂みでボブキャットの巣穴を見つけました。そこは深い木々に覆われていて、その穴から4匹のボブキャットの赤ちゃんが発見されました。発見当時、ボブキャットの母親がいなかったため、研究者たちは子どもたちを調査しました。4匹のうち1匹がオスで、残りがメスであることが判明しました。また赤ちゃんの健康チェックを行った結果、4匹は生後4週間ほどで、体重は約500グラムありました。赤ちゃんの母親は B362 と呼ばれ、昨年カリフォルニア南部で発生した山林火災の被害が広がる前にタグが取り付けられたと言われています。その後、母親は炎に包まれたサウザンドオークス地区で一度保護されました。そして解放された母親は、焼き尽くされた生息域を離れ、焼失を免れたエリアに移り住み、新しい巣を見つけたようです。また他のメスのボブキャットも調査が続けられていましたが、こちらはまだ山火事の被害に遭ったエリアにいて、子供も産んでいないとのことです。通常ボブキャットの子供は生後3ヶ月になるまで巣の中で育てられ、9ヶ月から11ヶ月後には巣立っていくと言われています。過酷な環境下を経験した母親から生まれた4匹のボブキャット、絶滅危惧種とされているオオヤマネコ族の中では個体数の多い種と言われていますが、自然災害や環境破壊により生態系を崩す要因にもなります。無事に生まれてきたボブキャットの赤ちゃんたちが元気に成長することを願います。またブラジルで起きた山火事では、両親を失い火傷を負った生後2ヶ月のタイガーキャットの赤ちゃんが動物保護施設に保護され元気に育っています。現在生後3ヶ月半、こんなに大きくなりました。タイガーキャットはコスタリカ、ベネズエラなど
南米に生息する小型のヤマネコの一種です。オセロットやマーゲイと分類学的に非常に近く、体の模様などが類似していますが、とても華奢でかなり小型です。毛皮が美しいため乱獲され、現在絶滅の危機に瀕しています。家猫との間に繁殖能力のない雑種を作ることができると言われています。体長45から65センチ、お長26から33センチ、体重 1.5 から3キロ。メスはオスより小柄、家猫より若干大きいのですが、体重は軽いです。絶滅の危機に瀕しているタイガーキャットの赤ちゃんが保護されて本当に良かったですね。両親を亡くしてしまい、自力では生きていくことは困難だったことと思います。発見が遅かったら命を落としていたかもしれません。これから元気に成長していってほしいですね。世界各地で起きている自然災害は年々大きな被害が出ていますが、私たち人間だけではなく、たくさんの動物たちも被害に遭っていることに心が痛みます。自然災害は突然起こり、防ぎようがないのが現実ですが、人間も動物も被害に遭わないことを祈るばかりですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。